ペドロ・エンヒキことペドロ・エンヒキゼ然メジナダ・シウバは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF。FC サンタクルス、アバイ FC、グレミオフ・ブッパの下部組織に在籍した。2010年に、地元の EC アベニダで、選手となり、カンピオナートがウーショで、途中出場で2試合に出場した。その直後にカンピオナート・ブラジレーロ・セレシーのセール、カシアス・ドスルの目に留まり、 同クラブに移籍、選手初得点をこのクラブで記録した。2012年1月24日にスイススーパーリーグの FC チューリッヒに移籍。2月18日に移籍後初得点を記録。2011から12シーズンは半年の在籍ながら15試合に出場した。翌シーズンは怪我もあって19試合の出場に止まった。2013から14シーズンは UEFA ヨーロッパリーグ2013から142試合を含む40試合に出場し、レギュラーとして活躍、11得点と得点面でも活躍した。スイスカップのタイトルも獲得したが、彼自身は決勝戦を出場停止で欠場している。2013から14シーズンの FC チューリッヒでの活躍は多くのクラブの注目を浴びることとなり、 2014年6月26日にリーグアンのスタットレンヌに4年契約で移籍した。2017年1月30日にギリシャスーパーリーグのポップテッサロニキ1 0万ユーロとされる移籍金で移籍3年半の契約を締結した。2月5日に同リーグ初出場初得点を記録。5月6日のキペロエラーダス決勝では 彼とディエゴ・ビセスワールの得点で2から1とし、クラブとしては5回目の同タイトル獲得に貢献した。7月27日の UEFA ヨーロッパリーグ2017から18、予選の FC オリンピックドネツィック戦では、出場からわずか5分で得点を記録し、1から1の引き分けに試合を持ち込んだ。2017年8月31日に1シーズンの 期限付き遺跡でカラバフ FK に加入500万ユーロでの買取オプションも付けられた。9月27日に UEFA チャンピオンズリーグ2017から18グループリーグでディノンドロブのアシストでエースローマから得点を奪ったものの1から2で敗れた。翌2018年5月24日にレンタル期間満了につきクラブを離脱することが発表された。 2018年7月14日に FC アスタナに1シーズンの期限付き移籍。8月30日に UEFA ヨーロッパリーグ2018から19予選でオポエルニコシアから PK で得点をし1から0で勝利。この得点の結果2 0 0計で2から1となりクラブの進出に大きく貢献した。2019年8月9日、カイセリスポールに移籍した。 ありがとうございます。